どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日はですよ、トレクルで新コロシアム、ホーキンスとワイパーとこのなんか変な二人組来ましたよ。これのちょっとね、ホーキンスの1回戦から4回戦までのちょっと動画はないんですけど、まあ解説、僕はこんなパーティーでクリアしましたっていう動画をこの動画でご紹介します。いきましょう。はい、いきます。4回戦まで一応行けました。ただちょっとね、苦戦したんですよ、僕個人的に。で、さっきレベルが上がっちゃって150、スタミナ溢れてるので、ちょっと早く喋ります。もう早く行きたいんで行きましょう。1回戦ポルチェさん、はこのパーティーでクリアしました。このパーティーですね、残波かな、残波で、フレンドが、フェスゲンミホクでした。で、これで行けばそんなになんか苦戦をしなかった覚えがあります、多分。うん、要は残波で地属性で固めてロビンであれしてエマンスかけてドンで簡単だった気がする。はい、でここですよ、この毒ガスジジイ毒ガスジジイがね、これ苦戦して3、4回負けてぬーってなって、もういろいろとプライドを捨ててこの人を入れました。このパーティーで行きました。心固めの心のシャンクスかな。で、ジュゴンさんね、超使える。これジュゴンさん入れた方がだいぶいいと思う。で、要は先制で毒やられて、そのターン内に4500くらいんだよね。だから4500ある状態で挑まないともう負けなんですよ。だからポイントとしては、クリークに挑む前に4500絶対取っておいて、クリークに入ったら4500くらって生きていればもう毒をこれで浄化できるので、ちょっとこれおすすめで。最初マルコを貯めた方がいいかなと思ったんですけど、マルコがたまんなかったんで、別にたまんなくても勝てた。うん、あ、で、フレンドはちなみに国威シャンクスね。国威シャンクス。フェスゲンの方ね。うん。で、まあこれ、普通にいけた。これで。で、ちょっと心配だったら、船長ガープでもいいかなって思いました。うん。はい、続いて、3回戦目。3回戦、ルフィですね。で、ルフィはどれだっけ、これです。決戦エネルと、で、フレンドがね、エースでした。普通のエース。もう、ハヤの人一人、それしかいなくて、これでいけっかなと思ったら意外といけました。エネルがね、貯められます。回復するから。普通の敵でも食らっても、ぼちぼち回復ができたので回復して、で、まあ、書くと、だから最後のルフィ行く前に、サッチを発動して行って、でね、2ターンかけて倒した方がいい。半分以下にすると、急に強くなるから、半分にするかしないかぐらいまで叩いて、半分ぐらいになる、1ターン目で、まず書くとか発動して、全部スローと青にして、角だけ発動してね、1ターン目で半分以上にする、半分ギリギリにして、次のターンでエネル使ってやれば削り切れました。うん、で2ターンかけて倒した感じでした。はい、4回戦誰です。プリンスさんこのパーティーです。はい、残波ですね、安定の残波でございました。で、まあプリンスさんが早なので、青だから、まあ技で固めた。フレンドも決戦魅力でしたね。うん、で決戦魅力でいけばプリンスはそんなにだったかな。あ、ただそうそう、左下がロックされんのよ。で、俺たまたま左下にこれで、この配置で行ってたからラッキーでして、左下がもう99ターンロックされます。だから左下に、誰でもいいっすね。誰でもいいっす。別にこれは必殺技の何にもできないから。で、ウソップのチェーンが効きます。さっき言わせたけど、ギアサードチェーン効きません。ギアサードだけチェーンが効かない。他はチェーン効きます。で、ミスタープリンスはチェーンが効くからウソップをやって、ただでも半分以下になると、封じしていきます。封じなんか2体ぐらいやられたかな、俺2体ロックされて、けどなんとかギリギリ勝てました。ウソップ使って遅延中に倒せばなんとかいけると思います。まあ特攻ソロがありがたかったね。スロット作れてドフラミンゴまでいけるので、だから特攻ソロいなかったら、まあスロット変換いるといいかな。だからローとか、いいかなって思いました。そんな感じですね。4回戦まではちょっと動画なくてごめん。ちょっとね、前に動画全部上げたら泣きそうになるぐらい大変だったんで動画撮ってませんというわけで行きたいと思います。ちょっとね、スタミナ溢れてるから、ちょっと早く行かないと。次の動画で、ホーキンス戦。初見です。まだニューついてる。ちょっと初見でね、挑んでみたいと思いますんで、そっちも見てください。はい、そっちも見てね。バイバイ。